もし。あたり。結構。じゃあ頑張って俺を見つけてね。使えるものは何でも使うかな。じゃあさっきも言った通り、リミットは日暮れまでの2時間。時間になったら三剣骨董堂の前で集合だから。じゃあね。おかえり。そんなにステーキが食べたかった？え？神社。そんなに落ち込まないでよ。残念賞であげるから、ステーキ。
いはい。じゃあ家に入ろうか。じゃあ公約通りにプレゼント。うん、本当はかくれんぼに関係なく君にあげるつもりで持ってきたから。ごめん、夜はちょっと予定あるから。じゃあそういうわけで俺は失礼します。ありがとう。お肉早めに食べてね。いえいえ、どういたしまして。それじゃね。いや別に。で、何の用だ？一言いいか。バカかお前は。俺が肉の焼き方なんてわかるわけがないだろう。お前分かってて呼び出したのか？知るか。お前それだと自分で自分の料理の腕を否定していることになるぞ。調理器具が温まってからじゃないか、肉を置くのは。とにかく食えるものを作れ。頻繁にひっくり返すんじゃなくて、片側が焼き終わってからの方がいいんじゃないか。
これは食い物なのか。ごまかすな。味はともかくな。さて、そろそろ休むか。なるわけないだろう。物理的に無理だ。部屋に行く。用がないなら指輪抜いとけ。ああ、シリーズ芸術の響き、本日は日本軟体動物研究学会の会長である小竹、オウムガイが飼いたい。指輪は外しとけ。それと、用がない限りは今日も指輪をはめるな。ああ、ある。ま、多分そういうことになるな。なんだ？ああ。僕がいたから。
三作坊くん。高校も二人一緒か。羨ましいくらいの仲の良さだね。ゆうとね。そんなことはないよ。あれ以上にいいおもちゃ、他にはなかなかいないし。じゃあ学校に行こうか。そうね。サクボ、ちょっとこっちこっち。なんだ朝っぱらから。席つけ、出血取るぞ。座りましょう。というわけでホームルーム終了。はい、ご礼。起立、気をつけ。礼。あ、廊下、上級生がお前を呼んでるぞ。いや、君も変わった子だね。あんなに気になるような要素たっぷりで別れたってのに、僕を追いかけもしないなんて。再度忠告に来たんだよ、君のためにわざわざね。こういう言い方はダメなんだっけ。危ない危ない。まあとにかく知りたいことがあるなら天文部、それ以上は今は言えないから。じゃあねー。お菓子もあるよ。どうかしたの？うん、それもあるんだけど、あのね、山瀬くんたちが一緒に遊園地に行かないかって。遊園地行かない？いや、それがさ、こいつが遊園地のチケットを持ってるんだけど、その使用期限が明日で切れるんだ。わかりやすい説明ありがとう。そんなこんなで明日遊園地に行かないかって流れになってます。だってこれ見ろよ、乗り放題のパス付きだぜ。行かなきゃ損だろ。ちなみにこのチケットの出所は、ユートのおじさんの弟さんが会社の得意先から頂戴したものらしいです。
いえいえ。進藤だって俺らと3人だけってんじゃ嫌だよな。そんなことはないけど。どうしたの？店のことか。えらいね。どこかの誰かさんとは大違いだ。なんだよ。俺だって店の仕事ちゃんと手伝ってるぞ。誰もゆうとくんのことなんて一言も言ってないのですが。わっ！くそ。じゃあ俺の目見ながら話すなよな。流れでいいのかな。だな。無理やり誘っても仕方ないし。いいんだよ。ユウトの無茶になんて付き合わなくて。じゃあちょうどいいし入りましょうか。じゃあお先に失礼するよ。進藤さんもせっかくだから一緒に帰ろう。ありがとう、美作坊くん。じゃあね。あんまり遅くまで学校残ってるなよ。お、ちょうどいいところに。ちょっとな。なあ、進藤と美作を見なかったか？そっか、帰ったか。仕事頼もうとしたんだがな。まあいいや。じゃあな。お前も気をつけて帰れよ。おかえり。うん。どういたしまして。さて、そろそろ夕飯の支度をしようかな。遠慮しないで。代わりにお店閉めてくれるだけでいいから。顔をして。うん、ごめんね。あの時はちょっと用事を思い出したんだ。ねえ、遊びに行かない？いいでしょ？僕こっちの方は初めてで、あんまり詳しくないんだ。だから一緒に見て回れたらなって。ねえ、行こうよ。
メなの？ねえ、冷蔵庫にあったお味噌切れちゃったんだけど、ストックってどこに？ん？その人、誰？どうかしたの？ああ、そういうことなら俺が送ってくるよ。ねえ、僕、お名前は？お家はどこかな？あれ、嫌われちゃったかな？あ、俺ちょっと行ってくるね。お味噌出しといて。ただいま。そのことなんだけど、商店街の入り口あたりで見失っちゃって。どうする？おまわりさんに一報入れとく？そっか。うっかり。じゃあ続き作っちゃうね。はい、お茶どうぞ。それにしてもルーエンさん帰ってこないね。君に連絡一つも入れないで。そう？だったら俺も気にしないけど。ねえ、そういえば夕方のあの子って君の知り合い？指輪？名前は？そうなの。まあ、あの様子だと多分また来るだろうし、次に会った時にでも聞いておくといいかもね。戸締まりには気をつけてね。最近物騒だから。気にしないでよ。俺だって好きで来てるんだし。それに毎日君の顔が見られるなら全然苦じゃないよ。じゃあ
おやすみ。なんだ、朝か。おい、飯食うぞ。シリーズ芸術の響き、本日は母音祭りで有名な加賀市から。いや、特には。まあ気長に待つさ。ああ、何かあったらすぐ呼べよ。特にない。ねえねえ見て、このお店のケーキすっごい美味しそうなんだよ。うん、お姉ちゃんがこの雑誌作ってる会社で記事書いてて、発売前に一部もらって帰ってくるの。おいしそう。どうしたの？うん、でも高いだけあってすっごくおいしいんだって。ほら、こんなところでたまってないで席につけ。おーい。全員いるな。山瀬くんがいません。
アウト。山瀬、放課後残れ。個人指導だ。げっ。ゆうとくん、おめでとう。